まあ、前半でこうポイントとなる試合といえばのクリスマスゲームズでスターターが若手が入ってチームがそう勢いづくっていうのはありましたよね。そうですね、まあ、比江島いなくて誠司いなくてっていう、まああれでよくね勝ちましたよね。本当当日に決まったことだったんで、誠司がいないとか、はい、いやよくねすごいですよね。もう、うん、自分がルーキーだったって考えると震えるんで。あいつ震えてたけどね。だけどまあねそれも乗り越えて、はい、まあ、さらにチーム力もアップしたんじゃないですかね。荒谷選手もテーブス海選手、渡辺選手震えてましたか。まあ、テーブス君は震えてないけど荒谷君は震えてたじゃないですか。やっぱその緊急的なあれだから、これやっぱりあの急に決まるって選手としては一番いい最悪っすよ。俺は結構それ前から食らってますけどね。そういうことで、あ、そうか、最後の千葉戦もそうですもんね。俺は、まあこれもそうだし、私優勝した年、1年目優勝した年の東地区の優勝が決まる日に、俺いつもルーティンで、まあグッズさんにあのストレッチしてもらってて、はい、トレーナーので、ストレッチしてもらってるってことは、もう試合前じゃないですか。ストレッチしてたら、なんか急にグッさんが今日ユータさん出ないからって言い出して、そんなに嘘でしょ。そしたらジェフも出ないって言い出したんですよ。あれってなって、はい、今日勝ちゃ東地区優勝、しかも代々木第2体育館、はい、うわーってなりましたね。あの時は緊張っていうか、でももう遅いじゃないですか。もうビートに入っちゃってる状態で、あ俺なんだってなっちゃって、まあ、それはもうやるしかないっていうマインドになりました。だから前から前確かに前日から言われるより良かったかもしれない。なるほど、ね、はい、もうダメだっていう、やるしかないやみたいな、やべえみたいな、やろうっていう時は結構大変だったけど嬉しかったよね逆に。昔の話でもなんなんだけど、いやでもすごい貴重な話今出てきましたね。引っ張り出されるように。ああでもやっぱりその急に声がかかるっていうのはもうドキドキなんだ。俺はもうもう本当に寸前の方がいいかも。あ逆に、うん、いやでももしかしたら寸前だからよかったかもね。考えすぎずに、考えすぎずに、うん、やるしかない、ね、そうだから比江島の替えじゃないですか、それとかだけ、あの時ってそうです、ね、とか誠司の替えとか、はい、俺でも田淵さんの替えとかの、まあそれはちょっとやっぱ荷が重いっちゃ荷が重いじゃないですか、はい、またあの今回コロナ禍もあったのでそういうシチュエーションの多いシーズンでしたよね。大変だったよね。誰かがいないからね。大変だった。じゃあその12月2月って言ってる間の時が結構多かったんで。うんうん、そうですね。まあ結構きつかったっすよね。まあ、試合がなくなるっていうのがね、うん、あれ結構やばいっすよね。当日に。しかもそれこそ名古屋行った時とかもそうじゃん。はい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 、ないらしいよみたいな。そうですね。しかも帰ってさ、うん、何時まで。じっとしといてくださいとか言われても何したらいいねみたいな、試合直前にやっぱりその中止が決まるってダメージ大きい、ダメージ大きいし、はい、もうまた後にやるのめんどくさいじゃないですか、はあ、そして次がまたどこになるかもわからない中練習してましたよね。うん、まあその日程がね、うん、その相手がちょっと決まらない中の練習って北川選手どう思いながらやってたんですか。いやそうですね、まあまあ、しっかりでも準備はしなきゃいけないので、はい、まあ、そういった、まあ、相手がちゃんと決まってたらそこに対しての対策だったりとかっていうのができるんですけど、うん、はい、まあ、本当自分たちの、 その、なんていうか再確認じゃないですけど、はい、そうどういうプレーをしていくっていう再確認だったりとかっていうのに、うん、なんか時間使ってたような気がしますね。なんか相手が決まってなかったんで、はい、1月2月は特に伸びましたもんね。でも、まあ、もう言い方をよく考えて、もう優勝したから言えるのは、はい、でもそれも良かったんじゃないのって思いますけどね、はい、だから今、秀平さんおっしゃったように、再確認する時間っていうのが、まあ、必要じゃないですか、やっぱチーム変わってるから、はい、だから逆に良かったのかなって、もう優勝したから言うけど、負けてたらあんだよってなるけどな、でも、まあ、そうだなと思いますけどね、そう考えれば。それもじゃあもうプラスに働いていくような、まあ、でもチームだったりシーズンだったってことですよね。うん、そうかもしれないですね。そして後半の後半3、4月のスケジュールがまあ大変なことになりました。あの土日に加えば水曜日の試合が毎週入ってくるような。あ、ここがそうなんだ。
でもまあまあ勝ってますね、ここ。ここに入ってからのブレックスがすごいですよ。これすごいね。俺これだけで見たら負けてないね、あんまり。俺負けてる印象すっごいあるんだけど、今シーズン。連敗なんかほぼしてないですもんね。連敗してないんだね、うち。19ぐらいですよ。あ、最初か。最初と。いや、すごいね。はい。今改めて。俺これ今気づいたわ。そうですね、今表現なんですけど。そうですね、もう2月から、でもほとんど連敗は。それすごいね。だってこれ広島のとこ負けてなかったらえげつないぐらい練習してるやん。そうなんですよ。まあ、でもその広島戦でいうと、あのヘッドコーチも、まあ、代行っていう試合がありました。ラスタヘッドコーチ代行、町田ヘッドコーチ代行の試合っていうのはちょっと今思い返すといかがですか、遠藤選手。まあ、サッさんはやっぱ結構、はい、なんですかね、まあ、龍蔵さんがいても、はい、まあ、結構前に出てくるタイプというか、なんであんまそこまで変わりはあれでしたけど、はい、まあ、マッチーさんの時はやっぱめちゃめちゃ士気が上がりましたよね。やっぱみんなでやらなきゃっていう感じがめちゃめちゃあったですね。ここで結構チーム力もバーって上がったイメージがありますね。全員で戦うを体現した試合でしたよね。そうですね、本当に3月2日のホームの渋谷戦、まあ、やってて、まあ楽しかったですね、結構。あ、楽しかったですか。はい、みんなでやってるっていう感じが。あ、もうこれ、あの田臥選手もこう町田ヘッドコーチ代行の隣にずっといて声をかけながら、渡辺選手もそうでしたよね。てか俺はね、これね、吹き明けなんですよ、扁桃炎の。実はだからコンディション的に上がってないからあんまり出れなかったのもあるんですけど、そのね、なんかやっぱりね、スーパーストロングウィークポイントだね、ここ、うん、今シーズンのこれはその龍蔵がいないからじゃなくて、まあ、今遠藤が言ってる士気が上がったっていうのと、まあ、さっき秀平さんが言った、はい、いろいろ再確認する時間もたくさんあったりとかするんだけど、結局なんかここ負けたら、はい、もしかしたらチャンピオンシップ出れなかったかもしれないです、マジな話で。今こう見ればいいんだけど、渋谷もその時全然負けてなかったし、はいはいはい、そうです。俺ここ落としたら多分今年いけないと思ったんですよ、マジな話で。でそこで龍さんね、はい、まあ、でもさっさと出れない、出れないというか指揮振れないってなって、マッチさんじゃないですか、はい、でマッチさんのプレッシャーも半端じゃないと思うんですよ、ここ、はい、だから、まあ、みんなでね集まったりとかいろんな話をしながら、はい、でも逆にここ勝ったらでかいなとも思ってたし、はい、だから本当にここをしのげたのはむちゃくちゃでかいです、はい、でもマッチさんを見ててすごいなとも思いました。あ、なんかすごい、なんだろうな、めちゃめちゃハート強いなこの人みたいな。それこそさっきの俺じゃないけど、やるしかないみたいなのもあるし、でもなんか落ち着いてたしね。あ、そうですか。でちゃんとね、うん、指示も出して、あれ、すごいじゃんと思っちゃった。ちょっと感謝します。出だしからハートに。それが試合後に溢れたのか、試合後のね、あのヒーローインタビューではこう思わず涙するっていうシーンにファンの皆さんも泣いてた。泣いてた。いや、泣いてないよ。泣いて、いや、泣いてたよ、泣いてましたよ。声震えてましたよ。覚えてないな。本当ですか。なん、あんな感動的なシーンをあの時選手たちどうしてたんですか。思ってただけだよ、うん、まだまだ、まだ、はい、苦しい、あの試合もね続くと思うんで、あの引き続き皆さん選手の背中を押してあげてください。よろしくお願いします。本日ヘッドコーチ代行を務めました町田陽介ヘッドコーチ代行でした。大きな拍手をお願いいたします。まあ、隣にいる田臥さんからもそのまあよくやってすごかったよっていうふうに言ってもらえたりとか、まあ、なんていうんですかね、もう選手の側からのサポートをずっと受けて、でまあ GM の鎌田さんも声かけてくれたりとか、まあ、他のチームスタッフもずっといろんな、まあ、普段やらないような仕事も逆にしてくれたりとか、もうそれで戦ってたので、まあ、ちょっと今も思い出したらあれですけど、はい、いいチームだなと思いますね。チームですね。本当にチームで勝った勝利ということで。そうですね。はいはい。でも優勝したかのように喜びましたもん、この日は。それを覚えてる。いろんなこと忘れてますけど。そうですよね。うん、本日のゲームは68対64でワタガワ宇都宮ブレックスの勝利となりました。
勝沖縄で見てますか。宇都宮ブレックス勝ちました。その輪の中にマスターヘッドコーチ代行が入っていきます。宇都宮ブレックス3連勝、僅差の接戦を制しました。選手はどう覚えてます。そうですね、この確か週に、はい、なんか渋谷、まあ、それこそ今ナベが言ったように、うん、はい、なんか渋谷と試合するときにサッさんとかが、はい、あのもうこれチャンピオンシップだと思うみたいな感じを確か言ってたんですよ。そう、もう本当激励っていうか、そうなんですか、はい、をしてて、でもうみんなも結構士気上がってる状態で、はいはい、でいざってなった時にマッチさんしかいないって言ったやついないっていう。おい、ありっぱだなと思って。言ったやつおらんってな。だから、まあ、その選手たち、まあ、みんなもうそういう気持ちでいたし、なおさらいないっていうことで、もうさらにこう、はいはい、うん、そういう気持ちが結構上がったんじゃないかなっていうのは思いますけどね。なんかイメージ的にコミュニケーションの問題が結構あったんですよ、試合に出てるメンバーでちゃんと必要なコミュニケーション取れとか、はい、あとチームとしてちゃんとっていうのが結構この前の時であったんですよ、それも込みでのやつだから、はい、っていうのはあったじゃないですか、かなりこうレベルアップしたのは。なるほどね、はい、まあ、それがこう全部理解して出せた感じでってことですよね、この試合が。ここら辺からだと思いますけど。北海道に負けましたね、でもこれは結構なんていうんだろう、式上がっといて、はい、上げたって言ったら北海道がどうとかじゃなくて、はい、あーってなったね。あれ、これも延長、これも延長だよね。だからやっぱその競ったら勝てないなってちょっと思い出しましたね、連敗、開幕回り、琉球回り、ここら辺でまた競って勝てねえなみたいなことをちょっと、まだそこが改善できてないなみたいな、海が出し切れてないって感じがあったっすね。なるほどね。ただ3月後半に入ってからはどんどんブレックスの強さが増していったような気がします。強豪チームにも勝っていってという、これチャンピオンシップ前のレギュラーシーズン後半っていうのは何か思い出せます。うん、どうだろう。いや、試合が多いなって思ってましたね。まだやんのかよっていう。終わらないっていうね、土日あって、でもまあ最後の週も負けてるし、はい、まあいい雰囲気で行くのって大事なんですけど、でもやっぱこうギクッと締めるね、はい、感じは、負けたのが良かったわけじゃないけど、うん、最後ね、これしかもアルバルクってライアンもいなかったし、はい、フルメンバーじゃないところに負けて、またこうそういう部分もあるんだよっていうのは確認できたかなと思います。なんかふわっといい雰囲気で行くよりは、はい、あ、負けたなみたいな、7位だなってこうちゃんと認識した上で、はい、ファイナルに行けたら よかったんじゃないですか。チャンピオンシップに行きたいと思います。でもチャンピオンシップその直前に遠藤選手の怪我がありました、はい、スーパーリバウンド捻挫ね。そうですね。みんながなぜと思った。なぜ飛んだって2番目の事件。そこなんですよ。これ実はそのチャンピオンシップの前に遠藤選手インタビューさせていただいたんですけど、はい、それやっぱり優勝しなければこう出せないコメントも、あのその時の心境がちょっと伝わると思うので聞いていただきたいと思います。チャンピオンシップどうなります？あ、もう出れないです。ネガティブ、ネガティブ男、あれだけです。もう誰もがあーってなってる。はい、これも終わったと思ったんですそうでもなかったです。でも全員が何でとジャンプしたんだろうって思ってると思います。必要ないジャンプでした。本当に笑けてきますもん。自分で、まあ、じゃあチャンピオンシップは今出る方向で調整してるわけですね。はい、いや、ドラマ作ってくれますよね、さすがね。でもね、さすがにこの状況で終わりは一番最悪ですからね。特番作ってごらんなさいよ。シンデレラストーリーすぎます。すごいこと言ってる。使われること私願ってますから。まあレギュラーシーズンとは違うシーズンがまた始まるような気持ちなんで、まあ、まだ動けてないですけど。2戦して、まあ、勝てればいいですけど、チームに貢献できるように直したいというか、まあ、痛くても出ますけど。やりたいでしょうから、選手はね、うん、止めません。頑張ってください。応援してます。素
どういう状況だったんですか、うん、素晴らしいじゃん。お前も撒いてるじゃないか。めちゃくちゃ種撒いてるの。身を削って本当に放送できるのが嬉しいです。いや本当ですよね、この時でも思い返すとどういう心境でしたか。いやその試合千葉で捻挫してその後も練習で捻挫して、はい、そうなんですよ。これそれの次の日なんですよこれ多分。あの足に針を打ってるところで動けない状況でちょっと聞かせていただいたんですよね。だからもう本当に正直出れると思ってないで言ってますね、はい、多分。はい、あじゃあもう皆さんが知ってるのは試合だけの捻挫シーンだと思ってたから そ,、ね、その後にももう一回捻挫してるんですね、はい、そうやっぱ感知してないのにちょっと激しめのやったら一人で捻挫して、はい、そうだからもうみんな正直、はい、まあさっさんとかもう、はい、もう終わったみたいな感じだったんですよね本当に。それ周りって渡辺選手、高選手はどう見てたんですか。その遠藤選手僕ちょうどその場にいたんですよ。そうっすね、同じ日に、まあ、ワークアウトっていうか、はいはい、があって、でその捻挫した時に僕ケアしてたんですけど、はい、なんか嘘でしょサッさんがいきなり最悪最悪ってめっちゃ言っててで、でも大丈夫ですとかって言ってたけど、はい、見た感じはもうなんかやばいんじゃないみたいな感じになって、はい、もうシーンってなってもうやばかった、本当にもう人数も少ないし静かになった、やばかった。いやこれは本当にあの出せなかったですよね。優勝しないとこの話は確かにそうだね、聞けないですよね。渡辺選手はどう見てたんですか。俺も知らない、次の日来たらまた捻挫してるとか言うから、はい、何してんのっていうよくわかんないと現場にいないからあ、なるほど。そうそうそう、まあでもね、まあ、やるかやんないかはまた別として、はい、まあ、準備しなきゃいけないじゃないですか こちらもね、だからまあと思いましたけど、まあでもまあ出れなかったらきついなと思いましたけどね正直それは、うん、でも出ましたね。出ましたね。痛かった痛かったでしょ。いやもうだって前日も、はい、前日に初めて練習参加して、もうそれもちょっとあ大丈夫ですって言いながら、はい、マジで冷や汗かいてて、やっべえなと思ってて、はい、当日も痛くて、はい、やっべえと思ってたけど、あのロキソニンいっぱい飲んでそうなんですね。はい、もうじゃあその痛みはありながらも、痛みっていうか痛みはちょっと減ってき、あの日にあの落ちていってましたけど、だけど恐怖心はめちゃめちゃあったっすね、はい、しかもスミスつかなきゃいけないっていうの で、ね、ちょっと怖かったっすね。でも実際千葉にじゃあ勝ったっていうのは、この状況で勝ったっていうのは今聞くとすごいことですよね。いやまあ僕はだからなんていうんです逆に余計なことしてなかったので、まあそれでまあ誠が結構やらなきゃみたいな感じもちょっと出てたんで、はい、まあ、よかったですね、はい、スタートどういう気持ちでしたか渡辺選手。まあだからもうこの組み合わせを見た時点でまあ強い相手じゃないですか、まあっていうかどこも強いんだけど、そのただでもそのチャンピオンシップが別物だっていう話で、まあ千葉さんにも勝ってる、川崎さんにも勝ってるっていうことで、その自信がないわけではなかったですね。ただ遠藤の怪我とかもあるし、はい、思い返せばよく優勝したなって感じです。その七転び八起き感がすごすぎて転んだイメージしかないですよそのわからん、もうその八転び一起きで優勝した感じかなっていうわからんけど、転んでもう大丈夫ですか大丈夫ですかあなたたちって周りに言われて一起きでこう優勝した感じよね。すっ飛ばして、ヤコロビ一起きで、いやいや優勝した感じかなと思っちゃったけどね。チャンピオンシップに入ってからも、あの本当にまあいろいろ遠藤選手それだけじゃないですもんね。あの川崎戦で今度は、もう何なんだよ。脱水症状ありすぎ、いろんなことマジで。はい、ありましたね。そうですよね。脱水、まあそうですね。あの日はなんかおしっこが止まんなくて、試合前から。なんでだろうなと思ってたら汗もめちゃめちゃ出ちゃって、動けなくなってコーヒー飲みまくったんです。朝めっちゃ早く起きて俺緊張してたのか、うん、で朝から結構コーヒー飲んでたんですよ、
で俺コーヒー飲むとめっちゃおしっこするの忘れてたんですよ。利尿作用が。そうで、その前あの試合前に俺お風呂入るんですけど、お風呂もちょっと長かったんですよ。だからかあの防げた事故ってお前のせいや。防げたんですよ。でもその日ちょっと湿気めちゃめちゃ多くて自分的にはでもびちょびちょだったんですよ。でもそういう精神状態持ったかもしれないですよね。え？そうなんかこう特別な気持ちになる。あ、もうちょっとメンタルになるっていうのもあったかもしれません。ありましたけどね、チームの勢い、うん、それはもう千葉さんに連勝した時に川崎も 2連勝というか勝てるなっていう感じは、まあ、千葉さんに勝ってからはありましたけど、うん、まあでも勝てるなというのもなんか結局相手が強いから、そうもうだから本当に立ち向かっていくって感じですよね、うん、勝った、でもこの勢い大事にしていこうで戦ってみたら本当にいい試合できて、うん、でももうねちょっとレギュラーシーズンのそのヤコロビ感がですね全くなかったですね。チャンピオンシップは本当です、ね、プレーのとかの質に関しては、もう海を出し切った感じです。最後のアルバルクの最終戦でもう海がビュッて出て、もう何もなくてもうはいどうぞって感じ、もう綺麗な感じで、もう綺麗なすごい強度のバスケットをしてたって感じはありますよ。でもちろん比江島が点取ってるってあるけど、繋いでるメンバーもしっかり、ディフェンスしてるメンバーも、はい、まあ、もちろん比江島が MVP なんだけど、はい、でその比江島の覚醒感もすごかったですね、はい、もう僕は優勝するんだっていうのが、もうこの千葉の1試合目が出てたって感じですね。それがやっぱり強いチームになったなっていう。そうか。でまたそこにちゃんと周りの選手たちが繋いでいくと、もちろん北川選手の活躍もあり、いやだからこその北川選手、はい、そろそろ行きましょうか。そんな重く話してもしょうがないですよ。これはしょうがないことだよね。そうですよ、そうですよ。ファイナルやってまいりました。